ハロー YouTube, ニーハオヨーコアン、リンチーです。えっ、ー、とですね、今日もですね、日中を股にかけた、えー、以前、オーストラリアで1ヶ月うだうだしてたバイリンガルの僕が、皆様にね、中華ニュースをお届けしようと思います。えー、中華知らずは世界の3分の1を知らない、そして日本のマスコミは、本当に変更報道ばかりか情報が非常に遅いので、皆さんぜひチャンネル登録とツイッターをフォローして、中華ニュースを追ってみてください。 はいえっとねあの今日のあのニュースなんですけどもねあの最近ね、ねあのオーストラリアと中国がねあのちょっとねあの仲悪い感じになってるんですけども、えー、中国のです,ですねあのファーガイウェイってファーガイウェイってなんだろう。えっとね 戦開発委員会とかそういう名前だったと思うんですけども、そこがですね、あの無期限にあの一時的にえっとえっと中国とオーストラリアのえ経済戦略の対話とかね活動をねえ止めるというえそういったねあの声明を出したということで、あのこれによってねあのどうなるかっていうとあのなんか鉄道スのってなってるんだよ鉄鉱石ねあの中国ねあのまあ鉄鉱石ねあのほらえっと中国ねほらえっと今ね何で儲けて うえているかというと,、えー、となん不動産と、ね、公共投資で設けているわけなんですよで不動産とあの公共投資にはあの鉄が、ね、あの必要になってくるわけなんですよね。でね,、えっと、ね4月の27日の時点で、ね、193ドル1トンあたり、ねえー、輸入してたんですけど輸入してるんですよね。で2021年の,あの1月から3月までねあの第1期ね。 1トン百5 0ドルだったんですよね。もう,もう、あの、すごく高くなってるんですよ。で、2020年ね、2020年ね、あの、あの1トン90ドル。1トン90ドルから、あの、2021年の、えー、と1月から3月のね、えー、1トン150ドルになって、もう4月の27日に、あの、193ドルになっているということで、あの、冒頭しているわけなんですよ。で、あの、だいたいね、中国のね、えー 鉱石の60%がねあのオーストラリアからのあの輸入なわけなんですよねでなんでねあのオーストラリアからあの輸入してるかっていうとまあ、中国にもねあのなんていうのあの鉱山あるんですよあの鉄鉱石のね、えー、鉱山あって実はね世界第4位のねあの えー、鉱山があるんですけども、えっとねまあ、平均的なクオリティが、ね、あが低いのとあとすごく深いところにあってなんか掘るのにあのものすごいコストがかかってあの割に合わないっていったあのそういった 状態になってるんですよねでオーストラリアの場合あのまずクオリティが高いっていうのともう本当になんか露天堀で掘ってくるみたいな感じで、えー、超楽勝でそれかねあのかそれそこからなんか海運ねあの海運ってなんかものすごくあの、えー、輸送コストが低いらしくて、えー、オーストラリアからねあのまあ、輸入していたするのがあの一番ねあの合理的な。あの 方法だと。えー、一番安くつく方法が、あの、これだったということですね。まあ、そんな感じでね、あの、オーストラリアからね、あの、まあ、最近ね、仲悪く、オーストラリアと仲悪くなって、オーストラリアのワインの輸入止めたりとかね、あとはね、多分ね、カンガルーとかも輸入しなくなってきたんじゃないかな。えー、それでね、あの、まあ、もうここに来て、鉄鉱石も、あの、やめそうだということで、まあ、鉄の価格がね、あの、まあ、中国国内で、まあ、輸入額がね、えー、冒頭しているということなんですね。で、これ、鉄鉱石 次の,ね、あの輸入やめたらですね、えー、まあ オーストラリアの,その鉄鋼会社はあの収入が入らなくなるとで中国は中国でなんかどっか別のところから、ね、あの鉄鋼石をえ持ってこなくちゃいけないということであの、まあ、その他、ね、あのブラジルとか輸出がなんかブラジルが、まあ、オーストラリアの次ぐらいに多,分多くて、えー、その後、ね、あの、まあロシアがあるんですけどもロシアが結構多いんですけども、えー、ロシアから運んでくるとやっぱりあの陸路になってお金がかかるのかなとかね、えー、そんな感じですね。 それでねなんかえっとギニアかどっかにねあの鉱山があってあのそこの鉄のなんか埋蔵量は大きいんだけどもあの弱点があってなんかあのまあそのインフラが全く整っていない状況,で状況みたいですねまあそんな感じでねあのまあ中国にあのえっとねまあ今のところなんかほぼ中国経済の,ねあの多分半分ぐらいがねえ不動産とあの まあ公共投資でね、あの、成り立っているんですけども、まあ、それには鉄が必要だと。えー、その必要な鉄をね、あの、オーストラリアと、あの、関係悪くなって輸入しなくな,かっ,たあのなったら、なんかまあ、高騰してしまうんじゃないかまあこ、実際高騰しているっていう、えー、そういったニュースでした。はい、えー、今日のね、この動画がね、いいなと思っていただけた方は、グッドボタンとチャンネル登録、えー、Twitter のフォローなどよろしくお願いします。それでは皆さん、リンチでした。最中。